それが最初に2年、ユッキー東京に1年、そして1年間でしたが、この自分の憧れでもあった名門東京ヴェルディでプレーすることができたことは、僕の人生の大きな大きな財産です。プロになるときに両親の心配を後に、プロで大変ですと言った僕の気持ちを分かってくれた人です。小さい頃、遊んで欲しい時に家に全然いなくて、サッカーは嫌いと言っていた長男。ただ今は将来サッカー選手になりたいと言ってくれた時はとても嬉しかった。またサッカーをしてて家にいることを忘れて、なかなか懐いてくれなかったしな。今ではサッカーが大好きで、今となっては自分がプロでサッカーをしている姿を見せてやれなくなったのは残念です。そしていつも帰ってきてリラックスできる家の環境を作ってちょっと働いてくれた妻に感謝します。ありがとう。2度のワールドカップ出場というところまで成長することができました。これもサポーターの皆さんの応援が力になったことは間違いありません。この日本サッカー界が盛り上がるように、そしてサッカーっていいなで、たくさんの人たちが言ってくれるように少しでも貢献していきたいです。今日は本当にありがとうございました。